発マリオ30連発。どうもピョキングって言います。今日の動画はですね、一発マリオ30連発ということなんですけど、過去にやったことのある一発マリオを30個切り抜いてつなげたものになります。で、この30個なんだけど、ショート動画で出してる一発マリオを少しだけ編集してつなげました。で、なんでショートなのかと思ってる方もいるかもしれませんけど、ショートじゃないやつを30個つなげるととんでもない尺になっちゃうんだよね。なんでテンポよく見ていただくために、通常の動画の切り抜きじゃなくってショート動画をつなぎ合わせてみました。そんで古い動画のやつは僕のパソコンにデータが残ってなくって、だから僕のパソコンに残ってる一番古いやつからなんだけど、そんなに古くないんだよね、意外と新しいの。まあまあ長く話してもあれなんで、それじゃあ見ていきますか。レッツゴー。ギリギリを狙うのが難しいね。こっからヒップキャンして左、それかさ、ブーメラン方式で行くんかな、こっからくるりんをして戻るみたいな。なんで右にジャンプした後、そっからくるりんしながら左に戻るみたいな、多分今の感じだと思うんだけど、ここさ上に当たるじゃん頭が。なんでしゃがんでブーメランした方がいいんじゃないかな。こっから 1,2,3,4、 うわ惜しい。30分経ちましたね。もう苦行ですよ、苦行。人差し指の第二関節から曲げたみたいな、この壁本当にどうにかしてくれないかな。マジで難しい。いや本当に一回やってほしいね、みんなに。この難しさは伝わんないと思う、この画面だけじゃ。それでもこのコースをクリアするってみんなと約束したんだ。この約束は絶対に破ることはしない。そしてこの最強の壁を倒し、ピオキング改め壁キングに、バネと僕とのコンビネーションを見せてやるぜ。これどうすればいいんでしょうか。砲弾落ちてくるのめっちゃ早いよね。バネ下に入れることができんのかな。スタートした瞬間すぐジャンプしてバネを投げる。すいません、ゴールしたいと思います。今日は早かったね。いや違うんだって、ダッシュボタン押してたらさバネ持っちゃうね。なんでダッシュボタン押さずにゴールしたいと思います。もしかしてさ、このゴールバーにタイミングよく当たれっていう感じかな。見て見て、数字出てるやん。今のゴールでよくない。バーのタイミングを見極めてゴールバーに触れたいと思います。次は絶対にゴールするからね、このタイミング。さあどういったコースなんでしょうか。まずこの靴がゴール条件でしょう。当たってしまったのはもういいんだけど、多分右のゴールポールジャンプしても届かないよね。うわやっぱ全然届かんね。左の砲台怪しくない、キーラー。うわてっきりメットとか出てくると思ったんだけどね、こっから右、うわやっぱり届かないもんね。この辺に隠しブロックで靴が隠されてるとか、やっぱそんなはないよね。これもう靴を脱ぎ履きするしかないんじゃないのかな。ちょっと見ててね、多分こっからこういう風にどんどん進んでいくみたいな。多分もう少し速くないといけないんだね。なんでさらにテンポを上げて脱ぎ捨てをやりたいと思います。いや違うんだって。たまにさゴール条件が出ないぐらい早い時あるじゃん、脱ぎ捨てるのが。これを連続で出せればゴールできると思うんだよね。ちょっとそれで狙っていってみます、頼む。こっから、まあ個人的にもさ、いや全然いい、全然いいよ、面白い面白い。まあ僕はねこういうわけわかんないコースの方が好んでする傾向があるんだよね。まあそれでもたまにはテクニック要素のコースもクリアしていかないとみんなに飽きられちゃうかもしれないんですよ。さっきから邪魔なんだよ。ちょっと真面目にやっていこう。最初この場所に追っておいたら大丈夫でしょう。よく考えたらね、時間は10秒しかないんですよ。なんで早く行く必要があるね。そしてコインどこ、なるほど、こっからこの辺にゴールがある。もうゴールしたも当然。まず2段目の砲台に乗っておいて、こっから早めに行く、これが。なんか腹立つな、あいつの手。最初に2段目の砲台に乗っておくことは間違いないと思う。こっからいかに早く行くかなんだけど、一旦落ち着こう、みんな落ち着いて。でこっからコインを取って、この辺だった。メットマリオのももゴールだったら簡単にクリアできない。このメットを置いてパックを通せばいいだけでしょ。かぶるの忘れてた、完全に。このメットは端っこから投げるじゃん。で投げた瞬間追いかけてこのメットを回収する。パックンの近くまで行ってギリギリで置く、そういうことなんじゃないか。
や、これはむずけーって。これリズムよくやってた方がいいね。見てて、絶対そうだよ。ダンス、ダンス、ダンス、ここだ。ヨキング選手、構えました。ここで第1球。ストライク。メタマリオのマ、マゴン、フー、なぜこんなにむずい。へったくそだから、はっ。これは来たんじゃない？頼む！これね、パックンのところまで行くのはそんなに難しくないんだよね。でもパックンってさ、一番乗れる足場が少ないから、これを2回連続でしろっていうのが本当に難しいね。でも僕はこのコースをクリアすると決めたんだ。このコースをしっかりとクリアして、ピオキングからタスキングになると決めたんだ。タスキングだね。そろそろ真面目にやっていこうかなと思います。なんで少し黙っていいですかね。このカスキングまで落ちてしまった自分を一旦ピオキングまで戻して、ツールアシステントスーパープレイピオキング。いや、でもこれはツールアシステントスーパープレイキングになるまでそんなに遠いね。すいません、いつも騒がしくて。今日こそは静かにやろうって思ってたんですけど、気持ちが溢れ出ちゃって、もう蓋をしてもメントスコーラが出てくるみたいに、僕の気持ちに蓋をしてもメント…いやこのコースめちゃくちゃ難しいんじゃないでしょうか。で、このコースでクリア率を下げてるのがやっぱりタイムだと思うんですよ。なんで常に右ダッシュでいきます。そうしてクリボンを倒す。いや、違うんだって。なるほどね、この坂でダッシュしながらクリボンを倒すのが難しいと、そういうことなんじゃないんですから。え、いや、なかなかいいんじゃない、これ。まさか一発成功いけるパターンですか。ツララの左側ギリギリに乗る必要があると思うんだよね。最近鬼畜なタス乗りコースしたばっかりだからさ、こんな余裕だと思うんですよ。いや、違うんだって。こっからタス乗りしてみる。そして、あ、ちょっと、で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 、タス乗りだけでフラワー取れないんだね。タス乗りを成功させた後、右にジャンプして取る。うわ、惜しい。いや、でもさ、多分この方法っぽくない？攻略法が見えました。なんでファイヤーフラワーがあるじゃん、その左上を狙ってジャンプしなきゃいけないんだよ。なんでこっから右にジャンプ。なんだ、こんなところにファイヤーフラワー取れないよ。任天堂さん、ここのファイヤー取れないです。どうかしてるんじゃないですか。アップデートを要求します。すいません、任天堂さんも僕みたいな変なやつが実況するなんて思ってないですよね。でもさ、僕結構貢献してるんだよ。え、一旦オープン乗ってみる。なるほどね。多分さ、このオープンが下に下がった時に右に行けばゴールできるっていう感じなんじゃないかな。なんでさ、走ってオープンを踏むだけでいいんじゃないかな。一旦それで行ってみるね。何それ、全然違う。集中するんだ。あのオープンを踏めばいいだけ。それでゴール、それでゴール、それでゴール、それでゴール。ふざけるな、このコースは騒いでもいいコースじゃないぞ。もう一回オープン乗ってっていい？多分早いんかな。なんで次は減速してみようか。オープンに乗った瞬間左を進化するみたいな。そしたらゴールができないね。ゴールのあたり判定がマジでわかんないんだよね。オープンが下に下がった時にゴールすればいいだけみたいな。右ダッシュでゴールできれば絶対クリア率 100% になると思うんですよ。誰でもクリアできるもん。だからこの透明洞窟に早く入る方法が別にあると思うんだよね。まあ、とりあえず右ダッシュしてって、ゴールポールとの差がどんだけあるかだよね。遠すぎない？幅跳びだ。もう幅跳び以外に、さ、でんぐり返しじゃないか。一旦でんぐり返ししてみる。いや、絶対これだよ。このでんぐり返しをタイミングよくどんどんしていけばゴールポールに掴まれるっていう話だね。今一回左に曲がってしまったけど、これをタイミングよく進んでってみよう。もうそれさえ分かれば簡単にクリアできるんで、もう黙っていいですかね。たまには黙ってクリアテイクをみんなにお見せしないとまずいかなと思うんですよ。さっきからクルクルする場所がちょっと違うよ。早くないんですか、マリュー。こんなんじゃゴールできないよね。すいません、いつも黙る黙る詐欺してると思うんですけど、今回マジで無言でやらせてもらいたいと思います。かなり集中してやらないと、この着地した瞬間にでんぐり返しマジで難しいんですよね。さあ、いけるか。はい。まず右ダッシュしていきます。よくないですね、こういうの。よくない。開幕速攻右ダッシュはダメなんだね。じゃあスタートの瞬間右ダッシュしてみようか。これでゴールできるかどうかなんだけど、最速タイムが 9.994 だったっけな。そんくらいだったから、めっちゃギリギリ判定だと思うんですよ。いや、やっぱ届かんよね。それじゃあマリオの後頭部に当てるようにしてスターを取ってみようか。いや、これめっちゃいいタイミング。これ以上いいタイミング今日僕は出せるような気がしません。なんで、頼む、これでゴールしてくれ。マリー、どうなんだ。
黙るんだ。いつもうるさいですね、ピオキングっていう男は。だからコメントでうるさいって来てもその人にいいねがめっちゃつく理由すごくわかります。だけどそんな僕は皆さん見てくれてありがとうございます。いや今さ、いや今じゃなくても何度もゴールしていいタイミングあったよね。もう当たり判定が謎すぎる。スタート斧のスタートの斧のかしわれー、こっからジャンプ連打で進んでいけっていう感じでしょ。ちょっと次しゃがんでいってみるわ。いや面白いねこういうの。絵柄がマジでシュールすぎて笑いが出てくるんだよね。ちょっと次はしゃがんで連打。全然進まん。やっぱこのコース、さすが100人をも沈めたコースだけあるね。次はちょっと本気で行かせてもらいますよ。ダメだ、本当に無言になってガチで集中してっていい。なんでこっからスタートして持ち方変えて本気でやってってみるね。俺の暗記を投げるぞ。いけ。一発マリオそろそろ潮時かなと思うんですよ。やってる方が多すぎてさ、マリオなんか残念でそんなばっかりじゃん。何なんですかこれ、無理じゃないんですよ。どっかに突破口があるはずだ。あのクリボーを倒す手段が何かあるはず。背中がやがら諦めてるぞ。すいません皆さん、いつもうるさくて本当に申し訳ないって気持ちあるんだよ。コーラに入ってる砂糖と水の量ぐらいの分量で思ってるね。いや本当こいつマジで大変にしてんか。ちょっとマジで集中しよう。こっからクリボーが右に行くわけでしょ。で一マス上全部に隠しブロックがあるってことは、今のだ、絶対今のじゃない。なんでクリボーが左に来た時にこっからクルリンで倒す。パパ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 、もうふざけはやめにしたいと思います。ここからコインを1枚取ってからゴール。え、あのコイン取るだけでしょ。なんかすごい簡単そうなんだけどね。そういう感じね。それじゃあこれを右にダッシュしてあのコインを取るしかないわけなんだけど、見えないから全然わかんないよね。皆さんすいません、見にくいコースを選んでしまって、そして運ゲーっぽいコースを選んでしまって申し訳ありません。これ見た目以上に相当難しいね。多分オートスクロールでやられるギリギリで取らなきゃいけないんだろうね。かー、おっしー、パパ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 これほんとむずい。コイン取るのが遅いんかな。ギリギリまで加速してコインを取るみたいな。僕本気を出して行ってきます。行ってきすぎた。これねダッシュしたらいけないんだよ。なんで最初動かないでジャンプする。これで多分いけると思うんだよね。ただそれが本当に難しい。あれとつららの間を抜けることだけなのにこんなに難しいものなんでしょうか。もう僕の頭どうにかなりそうです。皆さん助けてください。ここで僕は頭パッパカパ。すいません、ちょっと真面目にやろうかなと思います。集中してやらないとクリアできない気がします。なんでそのせいで黙ってしまったら申し訳ない。ただ僕が黙るとちゃちゃっとクリアできるっていうことを証明してみせたいと思います。次のテイクで黙るから皆さん見ててください。これできっといけると思います。さあ行ってけ、つらら。もう何テイク目か分かりません。相当難しいねこれ。あとちょっとなんだけど、いや以前やったパックンとパックンの間を抜けるコースの方が簡単かもしんない。この針とつららの珍しいよね、バネを重ねるだけでこんなに鬼畜になるコースなんてさ。そして全然重ならないんだけど、バネの横で投げたら止まるみたいな。なるほど、そういうことで、攻略法さえ分かればこっちの問題を見ててください。いやこのバネがさ、マジでバネあと1個で僕はゴールが、もう嫌だこのコース。本当にきついよ。もうクリア率 0.3% だったけど、その意味がすごくわかるね。いやでもあと3個なんだよね。このあと2個が本当に難しくて、頼む、やったきた、あと1個。これさ、一旦登って左から行った方がいいんじゃないの。こっから上はいけないよね。なんであと1個重ねる必要があるということか。ここに乗れれば来た。どんな感じなんだろうね。そういう感じね。いや面白いね、こういうのめっちゃ好きだよ。じゃあすぐ右にダッシュしていく。右ダッシュはダメだと。じゃあピースイッチを持った瞬間すぐ投げ、ガ
隠しブロックないよきっと。これ最初さ、こうやってジャンプした時に砲台が浮く時があるんだよね。なんでその浮いた瞬間を壁キックして狙っていってみるね。こんな、うわ、おっしー、今のでいけそうじゃない。なんで早めに壁キックしろっていうことなんじゃないかな。いやそれじゃあ一旦何もしないでよく見ていきましょう。こうなりゃやっていって覚えるしかないね。まず適当にちょんちょんちょんは無理でした。じゃあ一旦青ブロックのところで待っておく。頭パッカーン。青ブロックのところで待ってはダメ。そしたらここで緑ブロックのところに行く。そしてこの上行けそうじゃなかった。絶対それだよ。まあそれ行ったとしてもすぐクリアできないと思うんですけど、こっからすぐ上、やった、行けた。あ、なんか行けそう、行けそう。いや、これもうクリアできるよ。これいけるよ。 0.4% めっちゃ早く攻略できたんじゃないかな。だからここですぐ上に行くでしょう。そしてゴール。邪魔すんな、無機物。なるほどね、最後が難関とそういうことでしょう。しかし僕にはもう攻略法が読めてんだ。ここで上に行って電気をかわしてゴール。まあでも面白い面白い。こんくらいぐらい難しくないとね。そしたら扉から出たシーンがすぐヒップドロップしてみよっか。そしてこっから、あ、蹴って倒せるのか。砲台は縦で防げるのは知ってたんだけど、蹴っても倒せるんだね。上は、うわ、上はどうやって倒すんだろうね。上も剣で倒せるんかな。それじゃあ雲の上でちょっと試してみるね。あー、いけるんだね。タイミングよく剣を出せば上からの砲台も防げるのか。もうわかりました、このコース。じゃあちゃんとクリアしていきましょう。ここで、はい、そしてすぐ上に行け。じゃないんですか、これは。このパン投げたらいけないの。一旦置いてみる。あ、置いてこのパックを倒していけみたいな。いやー、なるほど、そういうことね。なんで置く動作をめっちゃ早くしなくちゃいけないんだよ。ここで OKOKOK。 ちょっとリズムが悪かったみたいだね。リズムよくいこうか。 OK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 。 来ました。どこやってんの。うわ、もったいね。ちょっと焦ってしまったね。次はゆっくり行こうか。ワンツーワンツーワン。来ました。これでゴールができるんじゃないですか。じゃあここは一旦鍵取ってみようか。なんか降ってくると思うんだけど。開幕右にダッシュして鍵を取る。そしたらゴールまで。まあいけないですね。なんとなく分かってた。 P スイッチだ。 P スイッチ以外ない。この P スイッチを投げて、この隙間をくぐって鍵ドアの方に行く。どの辺で投げるかが一番重要だね。一旦鍵取って何もしないでいい。そしたら右から2体目と3体目のブラパに当たるっていう感じだね。ということは右から2体目と3体目のブラパを狙えば。頭パッカー。落ち着こう。落ち着いたらいけるはず。はいはいはい。ダメだ、落ち着いたらダメみたい。僕という人間は落ち着いてしまったら何の取り柄もない。なんで落ち着かないでこのまま行ったんだ。はい、あだーうるせえ皆さんすいません、いつもうるさくて。でももうなんとなく感覚がつかんできたね。着地寸前で投げる。そしてジャンプすれば来た20秒間ジャンプしないでこのベッドを耐え続けろということでしょう。いや絶対無理じゃん、そんなの。はっ、え、何これ。ちょっとヒップ体験してみる。一旦ベッド踏むじゃん。そしてここで、うわ、絶対無理だね。次はベッドを蹴った瞬間ヒップドロップしてみたいと思います。はいはいはい、そういうことね。これ最初の踏む場所めっちゃ大事だね。マリオあんまり動かさない方がいいよ。かあ、むずっか。いや、ほんとに難しいよこのコース。なぜ投げ出したい気分だね。いや、あなたが投げ出さないで。ちょっとさ、黙るわ。いや、ほんとにいつもさ、黙る詐欺してると思うんですけど、今回マジで無言になって集中しないとこのコースクリアできそうにないね。で、ある程度コツ掴んできたね。バーの一番上の方があるじゃん。その辺にマリオが足作るときにくるりんしてヒップドロップをすればゴールできそうな気がするんですよね。さあ、あと1回。とりあえず左からダッシュして右にジャンプしてもやっぱいけないよね。左からダッシュしてちょびちゃん。いや、これでもダメか。まだだ、まだ柵は尽きてない。僕が今までに習得した全てのスキルを使ってこのコースを攻略していきたいと思います。まず一つ目、ムーンウォークミラクルサンダーアタック。スーパーミラクルローリングサンダーアタック。もう分かった、今まで温めてきた新技を出せということですね。スーパーミラクルローリングサンダーアタック。ペペペペ、避けるな。ちょっと真面目になってくすいません、いつもこんなんで
これガチな話すると空中浮遊が必要になるんじゃないかな。なんでジャンプした瞬間もう一回 A ボタンを押してみようか。ジャンプボタンを素早く2回押すことによってマリオが空中にいる滞在時間が長くなるんですよね。それを利用していったらお花畑レッツが走りながらバッファージャンプも入れてみるね。なんでここで A ボタンを素早く2回。さあ行くぜマリー、このコースをクリアして避けキングへと昇格をしたいと思います。めっちゃ速くなかった今の砲台。いややっぱ速いよね。で左の砲台も遅い。いやなるほどね、この下の砲台移動し続けてるんだね。道具じゃ伝わりにくいと思うんだけど、下の砲台がさ右に高速移動してるから左にちょっと行っちゃうの。普通にジャンプするだけで見てて、ほらほらほらやっちゃった。弾と弾の間に入って右から出てくる弾いパヤ。ってなんだ、反対なんだよ。可愛くらしく言ってもダメだからな、このコースは全然可愛くないんだから。右から出てくる速い球をかわしながら進んでいく、これだったらなかなかいいんじゃないんですかね。さあそろそろ28秒、最速が28秒。なんなんだそれは。次こそ絶対にゴールしてみせるよ。大体もうコツはつかんだね。ここではいはい、1体だけ、クリも1体だけ打ってくるとかないよね。なんだこれは。ちょっと待って、これそのテンすぎ。横で避ければいいの。スタート位置一直線に間空いてたよね。そこでスピンジャンプみたいな。あ、なるほど、これでいいのか。今日のコースはわけわかんない。正直動画化しようか今の時点で考えてるところですね。これ無理じゃん。運ゲーなんじゃないんですかねこのコース。これ端っこでクリボ、あー踏めたね。踏んだ時点で左右どっちかに逃げればいいみたいな、多分そんな感じなんだけど、それがめっちゃ難しいんだろうね。スタートした瞬間スピンジャンプ、そしてすぐにクリボ、踏め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 。もう僕喋らない方がいいと思います。喋るために自分の価値を落としているようで、もともと価値なんてないんですけどね。あっ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 、クッパクランに乗ってゴールバーのところに行けばもうゴールできるんじゃないのかな。なんでえ、なんでゴールできないね。ゴールバーの真上から勢いつけて下に降りてってみようか。それでいけるんじゃないのか。全然場所が違うよ。もう一回チャンスをちょうだい。ここで真上に行く、そして急降下すればゴールゴール。これクッパクランが一番下に行った時にマリオを下から乗せることができればゴールできるみたいなことだと思うんですけど、難しいよこのコース。本当にこれで合ってるの？不安だよ僕。 LINE で好きな女の子から返信が来ない時ぐらい不安だよ。大丈夫かなみたいな、変なこと送ってないかなみたいな、そんくらいぐらい僕これで合ってるか分かんないんですよ。頼むゴールさせよクッパクランさん。ニヤニヤしてんじゃねー。落ち着け、何が攻略法があるはずだ。一旦ここでマリオを乗り捨てる、じゃねクッパクラン乗り捨てる、でバッファージャンプしながら近づいてみようか、それだったらいけるみたいな、あの間に綺麗に入れと、そういうことですね。なんでここでジャンプしてごめんごめん、ヒップドロップはダメみたい。なんでここでスピンジャンプ、そしてホールインワン。いやこれ難しいね、壁にひっついた状態でスピンジャンプして右押しっぱは、いやいけないか。みんなごめん、ガチな話していい？これをどうやって面白く実況していったらいいか分かんない。このコースこそ無言でやってクリアテイクだけお見せすればいいと思うコースと思うんですよね。なんで次のテイクから無言でクリアテイクだけをお見せしたいと思います。そこまでかというとでも思いましたか皆様。僕からトークを取ってしまえば何も残らなくなる。ただ喋ってるだけでもつまらないのに、喋らなかったらもっとつまらない動画になる。ということで僕は常に喋り続けていきたいと思います。さあ必殺シュワーリさんだ。ふざけるな、このコースはふざけてもいい要素なんて何も。このドッスンの上に乗っていけばいいっていう感じかな。あ、一旦ここで切れてるんだね。そして左に4体来てるけど、このドッスンに乗っていけば終わりみたいな。いやでも右からもちょいちょい来てるね。すぎすぎ、面白いじゃないか。壊れたピタゴラスイッチみたいな感じだね。それともドッスンのサンドイッチを意識してんのか。じゃあここ上に行く、これで大丈夫。そしてこっからどうしてるんだろうね。右、一旦右行ってみようか。あーなるほどね、もう分かった。ドッスンの一番上でジャンプすれば届くんじゃないんでしょうか。届け。じゃあ一番上、3段目から行ってみるか。このドッスンはどうですかね。4段目だ、4段目のドッスンに乗れば私のシュタインズゲートは開かれる。頭おかしくなってきた。ただ今ので3段目っていうのは分かったね。なんでドッスンはあまり動く。いやこれなかなかバッチグーなタイミングじゃないの。
これまずバネを投げる位置を探さなくちゃいけないね。うわ、今のところだったら重なってしまうし、もうちょっとストベン投げてみようか。じゃあマリオがバネを持った少し後に投げてみる。あ、このタイミングでいけるんじゃない？なんかさ、マリオがはって言ってるじゃん。それをリズムよくやれば最後まで運べるっぽいね。でもさ、最後崖があったじゃん、ゴールポール前にさ。その崖より結構手前にバネを置いて、この走ってる勢いを殺さずジャンプして登る必要があると思うんですよね。なんだここ、最初このバネ当たったっけ？多分当たってないかもしんないね。なんで最初ジャンプしてバネで勢いをつけて進んでいく。多分これが正解だね。さあ本当にこれでゴールができるんでしょうか。さっきと同じ方法でやってみます。ゴールマル様、バネのお届け物です。お留守中でした。ちょっとジャンプしてっていい？こういう風に投げていくみたいな。まあこれで速くなるとかそんなのはないよね、絶対に。頼む、奇跡でも何でもいいから僕をゴールで導いて。コインを400枚以上取ってからゴール。もうやめていいですか？もうわけわかんない。なにこれ、全部集めろってこと？いや、しかも10秒しかないじゃん。え、このパンブロックを投げて、あー、わかったわかった、パンブロックを投げてコインを全部集めればいいだけじゃないの？これは簡単かもしんないね。飛んだ当たりコースを引いてしまったぜ。じゃあここでパンを投げる、そして落ちてくるコインを全て回収すればゴールができると、そういうことだと思います。さあ、行け。めえ、全然足りんやん、コインが。隠しブロックか。いやでも隠しブロックってコインの裏側とか設置できないよね。なんでこの砲台の上が怪しい。はいはいはい、分かった。これ相当時間シビアだね。パンを投げるタイミングが重要と思う。ムーンワークパンだね。これはなかなかいいんじゃないの。さあこれで多分間に合って、くわ、427枚。はい、ということでいかがでしたでしょうか。懐かしいなって思う動画もあったんじゃないかな。実況の仕方とか編集の仕方、今とはね全然違うものも出てきて、恥ずかしいなって思うところはたくさんあったんですけど、まあうるさいね。いつになってもうるさいね、僕は。このエンディングトークでさえもうるさい気がするもんだって。そんな僕を応援、そして見てくださってる皆様、いつもありがとうございます。そして最後までこの動画を見ていただいた方もありがとうございます。何綺麗に締めようとしてんだ。急に真面目になりやがって。でさ、みんなどのコースが一番好きだった？僕ね、動画としてはスターを取って走るだけのコースがあるじゃん、斧を勝ち割れって言ってたやつ、あれ結構好きなんだよね。ぜひですね、どの動画が良かったかコメントください。そしてこの何十連発また出していきたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。